センテニアルモノレールリロイ・ストーン将軍のセンテニアルモノレールはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア市にて独立宣言の100周年を祝うために開催されたアメリカ合衆国で最初の公式万国博覧会となる1876年の100周年記念博覧会で展示されたモノレールである。前面からの道の延長は約155メートルであり、 フェアモント公園内の園芸ホールと農業ホールを結んでいた。車両は2階建てのものが1両で、ビクトリア町、ルデコ様式で成功に装飾されていた。2輪の両フランジ車輪を洋なし型のロータリー蒸気エンジンで駆動していた。コンセプトそのものは、ラルティング式モノレールと同様で、車体重量は木製のエ字ジ型フレーム上部に設置されたレールで、支え、 バランスを取るためのガイドレールが 1346mm 下に2本設けられていた。荷重輪の直径は 711mm であった。ボイラーは従来の蒸気機関のものと同様で、長さ 6400mm、直径 863mm であった。運転室は後端部にあり、真下に2層の水タンクとその後に石炭を積み上げてあった。 展示されたものを改良したものが1878年にペンシルベニア州のブラッドフォードフォスターブルック鉄道で利用されていた。ありがとうございます。